皆さん、こんにちは。歌手浜崎あゆみさん、45が2024年7月23日までにインスタグラムを更新し、ある体の違和感を伝えました。なかなかの激痛だそうです。また、自身の私生活をあまり明かさない浜崎あゆみさんですが、これまでたくさんの殿方と噂になりました。現在は、2人のお子さんのシングルマザーですが、浜崎あゆみさんの恋愛事情にも迫ってみたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。原因不明の激痛に困惑し、立ち上がるのも座るのもできないと投稿したのが7月23日のことでした。鎖骨など上半身が原因不明の激痛に見舞われていることを明かし、困惑する様子を綴っていました。浜崎あゆみさんはストーリーズで、ここ最近、急に動いた時に右の鎖骨にぶっとい針刺ししたみたいな激痛が走って、と切り出し、短い時は30分くらい、長い時は3時間ぐらい、立ち上がるのも座るのもできない、呼吸するだけで痛いから声も出せなくなる、と症状を説明しました。続けて、いつも同じ場所なんだよな、今日もなった。しかも鎖骨貫通して肩甲骨まで痛くなったと、痛む箇所が広がっていることも明かし、これなんなん、と困惑している様子を伝えています。ハッシュタグで、いや病院行けし、何か知ってる方いますか、と記しました。このただならぬ状況にファンもたくさんのコメントを寄せています。肋間神経痛では、私が以前経験したのは呼吸するだけで胸周りが痛苦しくチクチクした痛みが襲ってきて、だんだん呼吸も苦しくなり、コンビニに車を止めて救急車を呼び、病院で診てもらったことがあります。検査後、医師から、肋間神経痛です。心臓を疑って来られる方も多くいますよ。と言われました。あの時診てもらえばよかったと後悔しないよう。頻繁に同じ症状があるのなら、自分の体のことを最優先に考えて見てもらった方が良いと思います。同じような経験をしている人はたくさんいるようですが、自己の判断が一番良くないので、早く病院で見てもらうことが肝要でしょう。さて、先ほども2人の子供を持つママとなったということをご紹介しました。これまでの交際歴を見ると、中にはお世辞でも男運が良いと言えない方もいるようです。一人ずつ簡単に触れていきたいと思います。芸能陰と陽、一人目は松浦雅人さんです。1995年、松浦雅人さんは六本木ディスコベルファーレンのVIPルームで浜崎あゆみさんと初めて出会います。松浦雅人さんが猛アタックしたことでABEXに所属しました。ルックスは完璧と絶賛しており、すごくタイプだったそうで、完全に松浦雅人さんの一目惚れでしょう。交際は1998年4月の TOKER フェイス発売のデビュー前だと言われています。浜崎あゆみさんも、松浦雅人さんに恋していたそうで、浜崎あゆみさんからの告白で交際がスタートします。そこから、松浦雅人さんは命がけで営業し、浜崎あゆみさんを大スターへと育て上げていきました。二人目は、永瀬智也さんです。2001年、永瀬智也さんも浜崎あゆみさんも人気絶頂だったので、こそこそせずに公に交際していることで話題になりました。知名度があるビッグな有名人と付き合っていたのが永瀬智也さんくらいなので、印象が強い方も多いでしょう。お揃いのタトゥーを公表するなどラブラブな様子を全く隠さなかったので、結婚秒読みと言われていましたが、2007年7月に公式サイトから破局を発表しています。3人目はキム・マックガーです。人気スノーボードブランド、バートンデザイナーのキム・マックガー。実は、キム・マックガーが浜崎あゆみさんの最初の結婚相手です。2度の離婚経験かと思われていた浜崎あゆみさんは、実は3回結婚していたと明かしたことで話題になりました。浜崎あゆみさんとキム・マックガーさんの2人の交際スタート時期は2005年12月だそうで、2007年に破局した永瀬智也さんと交際が完全に重なっています。海外での結婚で日本には婚姻届を出していなかったことで、バツがつかずに話題にならなかったそうです。4人目は丸刈りイケメンマネージャーです。運転手や身の回りのお世話をしていたという一般の丸刈りイケメンマネージャーです。普段浜崎あゆみさんのことを礼儀正しくあゆさんと呼ぶ好青年で、約5年マネージャーを務めました。そして
2人は六本木ヒルズのマンションに同棲をするくらい親密な交際をしていたようですが、事務所に見つかったことで破局させられたという噂が流れました。しかし、エイベックスはこの件について恋愛関係を完全に否定しています。5人目はジェイソン・パークです。ハワイでジェイソン・パークのジュエリーデザイナーをしている韓国系米国人です。ジェイソン・パークとはハワイでフェアリーランドの PV 撮影をしている時に出会ったそうです。浜崎あゆみさんはジェイソン・パークとの出会いを運命だと感じ、人生初めての一目惚れをし、ラブレターやラブメールを送ったと言われています。手紙を送った後すぐに交際をスタートしたそうですが、日本とハワイの遠距離恋愛だった理由から長続きはしなかったそうです。6人目はシュウヤです。シュウヤさんは浜崎あゆみさんのバックダンサーをしていたという方で、ジェイソン・パークと別れた後に交際していたようです。2人でハワイ旅行を出かけるなどとラブラブな様子や、ツアーの打ち上げでは交際発表や結婚を考えていることをメンバーに伝えたそうですが、結局2人は破局してしまい、シュウヤさんはメインバックダンサーから脱退します。芸能陰と陽。7人目は玉山哲司さんです。発覚した経緯は、浜崎あゆみさんの自宅マンションで母親やスタッフたちを集めた飲み会が開かれていた時のことでした。浜崎あゆみさんのお母さんが、今は玉ちゃんって彼がいるでしょと口を滑らせてしまい、2人の交際を知った周囲が一瞬で凍りついたというエピソードがあります。熱愛報道の直後、玉山哲司さんは女優の栗山千明さんとの交際を週刊誌に掲載されています。実はここで玉山哲司さんは浜崎あゆみさんとの関係について否定しています。8人目はマニュエル・シュワルツです。マニュエル・シュワルツとは2010年8月にロサンゼルスでのバージンロードの撮影で浜崎あゆみさんの旦那役として PV に出演したのが最初の出会いです。2人は頻繁に電話やメールで連絡を取り合っていたそうです。そして2011年1月1日、チームあゆで浜崎あゆみさんは交際4ヶ月で結婚を報告しました。その後ラスベガスで結婚式を挙げましたが、東日本大震災をきっかけに日本が恋しくなった浜崎あゆみさんはマニュエル・シュワルツとすれ違うようになり、わずか1年の2012年1月に離婚を発表しています。9人目は内山まろかさんです。2007年頃から浜崎あゆみさんのバックダンサーを務め、2012年8月発売のシングル You and Me の MV にあゆの恋人役に抜擢され、そこから交際に発展しました。2012年11月に放送されたテレビ番組嵐を呼ぶ危ない熟女に出演し、浜崎あゆみさんとの熱愛報道の真相を初告白し、一躍時の人となった内山まろかさん。しかしその裏で内山まろかさんは実はまだその時に妻だった方と離婚しておらず、元妻と離婚協議を進めていた最中でした。つまり浜崎あゆみさんと内山まろかさんは不倫関係にあったことになります。ということで結果的にわずか3ヶ月で事実上の破局となり、浜崎あゆみさんのイメージをダウンさせる結果となりました。10人目は10歳年下のアメリカの名門 UCLA の大学院生です。3人目の結婚相手でもあります。友人の紹介で知り合って、日本でも婚約届を提出して2014年から2016年の期間に結婚されていました。この夫になった医大生と結婚した浜崎あゆみさんは2013年に渡米します。しかし LA での生活を、軸がずれてる感じと拠点を日本に戻していました。日本で浜崎あゆみさんのコンサートが行われるたびに足を運んでいる様子から、本当に学校に行っているのかと周囲から言われていたことが的中し、アメリカ人医大生である夫が大学院を辞め、国内で生活をいつからか送っており、紐男説が浮上しました。大学院を辞めてからも医者になることは諦めずに勉強は続けていたそうですが、そもそも入学することも難関である UCLA に本当に通っていたのかが疑問だと言われていました。離婚理由は仕事がしにくいからとされていますが、要するに紐男がまとわりついていると夫の存在自体が仕事の邪魔になるからといった理由でしょう。11人目は元 AAA の浦田直也さんです。それぞれの X でお互いにお揃いの指輪と一緒に交際を匂わせるコメントを投稿しました。ただ
浦田直哉さんが浜崎あゆみさんへのメッセージを投稿したのは酔った勢いだったそうです。一方で浜崎あゆみさんは交際を否定していました。12人目は荒木俊平さんです。浜崎あゆみが現在交際しており2児のパパであるとされている荒木俊平さんです。2019年6月にデートしていたところをパパラッチされて発覚し、その時に2人はペアリングをつけていたそうです。そして浜崎あゆみさんの会員制のファンクラブで2020年1月2日に第一子を発表しました。関係者たちの間でも妊娠していたという噂は流れてなかったため、突然の出産報告に周囲は驚きを隠せなかったそうです。いかがだったでしょうか。今回は浜崎あゆみさんの近況と恋愛事情について調べてきました。結局はシングルマザーの道を選んだ浜崎あゆみさん。近年テレビにおいてもお子さんたちの話題を出すようになり、とても愛情深く育てていることが伝わってきました。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。